南海一万系電車、南海一万系電車、南海一万系電車は、南海電気鉄道が1985年、昭和60年に製造した特急系電車である。南海本線で、それまで運行されていた特急、四国号に代わる特急、サザンの運行開始に合わせ、専用車として製造された。1985年から1989年、 平成元年にかけて2両編成10本、20両が製造されたが、1992年、平成4年に中間車が8両製造されるとともに、先頭車6両の中間車化改造が実施され、4両、編成7本、28両に組み替えられた。南海本線では、旧線系による一部指定席の特急、四国号が運行されていた。しかし、線形は、 車体が製造後25年前後経過し、老朽化が進み、また、指定席車も座席は転換クロスシートロングシートであったため、1983年、昭和58年に、高野線の特急、荒野に投入された全席リクライニングシートの3万系に比べると、車内設備が見劣りするようになっていた。1 0は1973年、 昭和48年の昭和時に機器を南海本線の普通から特急まで幅広く使用されている通勤停電車である7000系、7100系と同一のものに交換されていた。このため自由席車には7000系、7100系を使用し指定席車には1000系の機器を流用することで7000系、7100系との並結運転を可能としつつ3万。 軽と同等の車内設備を持つ指定席専用車を使わし、四国号に代わる新たな一部指定席の特急列車を運行することとなった。これにより必要となる指定席専用車として製造されたのが1万系である。当初は南ン砲4戦闘車が制御電動車の模ハ1万1系、和歌山型戦闘車が制御車の区ハ1901系の2両、固定編成であったが、 1992年に、中間電動車のモハ1101型と付随車のサハ1801型を組み込み、ナンバ型からモハ111系、4号車サハ1801系、3号車からモハ1101系、2号車からクハ1901系、1号車の4両固定編成となった。モハ1101系、サハ1801型は、 申請者と、もは一万一系、区派一万九百一型からの改造車がある。このため、1992年に、中間車化改造を受けた、一万一回から一万三回は、編成としては抹消された。また、もは一万百一から一万百三番車と、左派一万八百一の一万八百三番車は、混弱にわたって存在しない。 普通構成の20メートル車体である。7000系、7100系と、あるいは1万系同士の並結運転を行うため、先頭車の前面は貫通型で、前面窓は大型局面ガラスを使用している。先頭車は、運転台後方と連結面側車端部の両端2カ所に、出入台を設けており、側面に2カ所の折り戸を設置しているが、中間車は、 出入台が一箇所のみに設けられており、側面一扉である。中間車か改造された車両は、運転台とともに出入台も一箇所が撤去されている。側面窓は1985年に製造された車両は3万系と同系の窓で、1992年に製造された中間車は1万1000系と同じ、連続窓風のである。製造当時の車体塗装は、 オーシャングリーンにダークグリーンの帯で三万系とは色が異なるが塗り分けは類似する塗装であった。後にメタリックシルバー,ーチにオレンジと青の帯の塗装に塗り替えられている。主電動機、制御装置、ブレーキなどの機器類は線形系から流用しており、抵抗制御、電磁直通空気ブレーキである。7 0系。 7100系と同一品であり、両系列との並結運転が可能であるが、1万系と、ほぼ同時期に作られた9000系とは、並結運転できない。台車は1000系から流用せず、空気バネ台車の FS-528、電動車 FS、FS-028、制御車、付随車を、申請している。また、歯車比は、将来、最高速度を、 時速 120km へ引き上げることを考慮して、85、16から83、16に変更されている。座席は、全席フリーストップ式、好みの角度で固定可能、リクライニングシートとなっている。1985年に製造された車両は、センターアームレスト、中肘掛けがなく、テーブルも窓側にしかないが、カップホルダーが設置されている。 1992年に製造された車両は1万1000系と同じ座席で、センターアームレストや、インアームテーブル、肘掛け内蔵テーブルが装備されている。また、跳ね上げ式のフットレストもある。もは1万101型には、車椅子スペース及びサービスコーナーを設置している。過去には、サザンでの車内販売が行われたことがあったが、朝ラッシュ時のみ行われていた。 二両固定編成で運用開始された当初は線形系と同様に、便所、洗面所はなかったが、四両編成下で組み込まれたサハ一1801型では、様式男女共用、男子用、女子用トイレと洗面所を設置している。四号車の乗務員室内の車内放送用マイクには、編成別放送機能があり、自由席車両として7000系、7100系を、 平結して運転する際に指定席車両向けまたは自由席車両向けの放送をそれぞれ行うとができるようになっている。具体的には扉の位置、開き方及び携帯電話の使用法などが両者で異なるためこれらに関する注意事項が放送される。マイク端子箱状に放送を切り替えレバーがついている。南海本線の特急サザンにのみ使用される。 基本的に4両編成で全列車が7100系との並結運転である。2015年9月までは7000系との並結運転も行っていた。運用開始時から2009年10月3日までは1万系同士の並結運転による全車指定席のサザンも運行されていた。なお、空港線には一切乗り入れない。また、高野線への入線は、 千代田工場への出入場の場合以外はない。また、和歌山で行われる港祭りでは、急行列車として運転されたことがある。急行として運転される際には、急行幕は入っていないため、急行から春木停車の急行で運転される。2002年、平成14年4月28日には、水県駅廃止前のイベントで、臨時列車として、 和歌山港潜水圏駅まで乗り入れたこともある。さらに1万5回が引退することが発表され、これに伴うイベント列車として、先頭車両2両の編成で、カダ線に入線することが発表された。カダ線への入線は、これが初めてである。2014年9月27日に、三崎公園内にオープンした、ワクワク電車ランドに、1万5回の和歌山法戦闘車。 1905のカットボディが展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。